いどうも皆さんこんにちは、タツチャンネルの達也です。本日は Amazon プライムデーで買った商品を一部紹介していきたいと思います。では行こう。まず一つ目はこちら、ドン、 GoPro のアクセサリーです。でこれはどういうものかっていうと、普通のやつとかだと例えばこの向きが決まっちゃうんですよね。例えばこの下の方とこの上の方が同じ向きだったり、ここが90度違ったりするタイプとかあるんですけど、これはここがこうやってぐるぐる動いてどっちにも向くっていうやつです。ちなみにこれ素材はアルミニウムです。なので普通のプラスチックのやつに比べたら耐久性があるのかなって思います。ちなみに値段が910円でした。次に買ったものが、よいしょ、ホッチキスです。これ実は同じものを一つ持ってるんですけども、今回は買い足しってことで買いました。まあプライムデーとかは特に関係なく、もう一つ欲しかったんで買った感じです。ちなみにお値段が、523円でした。次が、よいしょ、こちらドン、タニタの体重計です。これもプライムデーだから安かったっていうのはないんですけど、まあ、プライムデーの時に一緒に買いました。で中に体重計と説明書が入ってました。この体重計は特にスイッチとかなくて、その乗るだけでスイッチが入るものらしいです。ちょっと乗ってみようかな。まだ乗ってないんで、表示はまだ何もされてません。それでは乗っていきたいと思います。あれ、よいしょ、お、表示がついて、よいしょ、わお、よし。で次に紹介するのは、ヘイヘイ、ドン、アンカーのスマホの充電器です。まあこの箱ドンで見せても分かんないんで開けていきたいと思います。オープン、おー、箱の中に箱が入ってる。入ってたものはまずいつもの紙、簡単な説明書で、なんかいろいろ書かれてる紙、マイクロ USB ケーブル、そして最後に、よいしょ、ドン、本体です。付属で付いてたケーブルは結構長いです。多分180くらいあるのかな。Amazon のページにはあるんですけども、マイクロ SD ケーブル 1.8m がついてきます。でこのケーブルの方にもちゃんとアンカーって文字が入ってます。でこの充電器の値段は2249円でした。今買ってたのももう少し高いと思います。で最後に紹介するのが、よいしょ、Asus のパソコンモニター VZ249 です。今回のプライムデーセールで僕が一番買いたかったものっていうのが、そのパソコンモニターで、まあ、特にメーカーとかは決めてなかったんですけど、この 23.8インチ、今使ってるモニターと同じ大きさなんですけど、その大きさで安いのを探してたら、たまたまこれが安かったんでこれを買いました。でこれのお値段が9367円でした。まあ、これの開封動画はまあ後日別の動画でやろうかなと思います。ということで本日は僕が Amazon プライムデーで買った商品を一部紹介する動画でした。ちなみに今回紹介したものは全て下の説明欄の方に貼ってあるので、気になった人はぜひ見てみてください。本日もご視聴ありがとうございました。まずこのタッチチャンネル、チャンネル登録した人はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして Twitter、Instagram やっているので、まだフォローしない人はぜひフォローの方よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。